あとは、放線筋門放線筋甲におけるトガの一つである。変性後期性、4GC 含料、グラム陽性の新生細菌である。一部の種は南極で発見されている。のカルディア科の細菌は玉肝筋状、繊維状、あるいは稀に分解されて、削状の形態を示す。繊維状の種は、新菌の菌種のように枝分かれながら成長する。 のカルディア化について、16エスルナ及びタンパク質の配列解析に基づいた系統樹が両方とも作成されている。のカルディア化のコンサーブドシグネーチャーインドルズとコンサーブドシグネーチャープロテンズの解析から、同化のノカルディア属とローデコッカス属は非常に近縁であることが明らかとなっている。2012年現在、16エスルナと 科学分類学的マーカーの解析から、ゴードニア族、スカーマニア族、ウィリアムゼア族、ミリシア族、およびスマラグディコッカス族をのカルディア化に転籍させることが提案されている。しかし、ノカルディア族、ロドコッカス族、ゴルドニア族の間で共有されているコンサーブド、シグネーチャーインドルズと、コンサーブドシグネーチャープロテンズは発見されていない。 のカルディア科の多くの種は動物に繁殖し、のカルディア族とロドコッカス族は人間や家畜に感染する恐れがある。大多数の種はその細胞壁にミコール酸を有しており、抗酸染色で顕微鏡観察すると病原性のマイコバクテリウム族と誤認することがある。のカルディア族種は下水処理での活性オデイに微細な泡を発生させる。この発泡は 下水処理の効率に悪影響を与える。泡の発生を抑える対策として、海面活性剤の投与がある。ノカルディア化は、石油成分などに由来する炭化水素を分解する能力を持つ。このため、分解効率と生育能力が高く、環境影響などの問題がない禁止は、石油流出事故などのためのバイオレメディエーションに利用されることが期待されている。 かつてのカルディア化にはマイクロポリスペラ属が存在していたが、1980年にその属の種はのカルディア化のノカルジア属、ストリプトスペラングアッチ化のノノムライア属、スードニカーディーシーのサッカロポリスペラ属にそれぞれ転籍した。ありがとうございます。